キチャンネル。こちゴールデンウィーク木曜日です。そうチェック。はい。流動的にやってきますからね。まあゴールデンウィークになってね、まあここがね、プロ野球選手、まあ佐々木が現役の時で言うと、ここが一番きつかった。このゴールデンウィークはね。ゴールデンウィーク終わってくると体が馴染んできて楽になって、で、一気に交流戦になって楽になっていくっていうところのね、あの体力的なスケジュールありましたけど、まあこのね、ゴールデンウィーク、まあ多くのね、1ヶ月ちょい経ってね、体制も決まってきてる中で、どう戦ってね、このゴールデンウィークしのいでいくのかっていうところはね、チームにとっては交流戦前、重要なポジションになってくるかなと。その中でね、まずはパリーグから、日本ハムとオリックス、29日を月曜日ね、1対0で日本ハムの勝利というところで、まあ、あの、金曜日のね、月曜日か、月曜日のソチェックでね、つなげてみてくれると分かりやすいですけども、なんと日本ハムがね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたね。まあ、その中でね、まあ、1対0日本ハムの勝利というところで、まあ、日本ハム先発ね、北山、7回116球、4安打5三振、6四球無失点というところで、ちょっとね、フォアボール6個はね、ちょっと多かったなっていうところはあるけども、まあ、投球自体はね、良かったかなと。まあ、4回表ね、1回だけね、ピンチはあったけども、まあ、その後ね、フォアボールを出しながらも、なんとかね、しのぎ切ったかなっていうね。まあ、前回は完封だっただけにね、まあ、そこのね、イメージが強いかったけども、まあ、6四球抱きながらね、よく粘ったなと。ね。で、オリックス先発ソタにね、6回70球、2安打6三振、1球1デッドボール無失点というところで、これゆったり投げてクイック。ゆったり投げてクイックターンみたいな感じでね、バッター的に言うと、思ってるより差し込まれてるかもわかんないね。そうゆったり来て食ってくるからね。その中でね、非常に勝ち星はつかなかったけど、まあいいピッチングっていうね。日本ハムはね、8回裏、先頭水野フォアボール、7番送りバントを決めて磯端三振するけども、グッジのね、レフトへタイムリーヒットっていうね、まあ超ボテボテだったからね、まあ宇田川がね、まあ開幕的2イニングというところでね、まあ7回12球しか投げてなかったんで、まあ球数少ないし、まあここ最近オリックス結構リリーフ陣ね、使ってるからね、そういったところで、まあまだね、ゴールデンウィーク連戦が続くという中で、まあ、このね、他のピッチャー陣のマネージメントも考えて、7回に球数少なかったから、宇田川もう1イニング行ってくれっていうところはあったと思うけども、しかもこのままね、延長行く可能性もあったからね。で、そうなった時、先頭ビズのフォアボール痛かったね。ここね。で、軍事のね、やつも、打たれてないけどね、ただ間抜けたコースヒットだからね、宇田川としてはそんな悪くないんだけども、まあ、ここで一つ思うのが、このレスト西川ね、のベンチも含めたポジショニング、あの、まあ、打球が弱かった、あとは、ま、天然芝っていうところでさらに弱くなったっていうところもあるけども、楽々ホームセーフだったからね、もうちょっと前進でも、まあ、結果論だけどね、良かったんじゃないのかなって思うけどね、まあ、その中で1対0、まあ、オリックスも4安打だけどね、先ほど言ったように、4回ね、セデーの内安打で、頓宮と若月のフォアボールを重ねて、2アウト満塁でね、ゴンザレスファーストゴロっていうね、ここで1本出てればっていうところもあるし、このね、6回もセデーのフォアボール、頓宮レフト前ヒット、でワンアウト1、2塁からね、森セカンドゴロ、そして、セカンドフライ、そして若月ショートゴロっていう形で1本出ないっていうね、まあ、ここら辺きつかったし、あとこの5回ね、紅林フォアボール、で、渡辺のね、送りバント失敗、ここ、タミヤうまかったね、ノーパン取ると見せかけて、ファーストランナー走ってないって見てね、ワンパンって取って、まずファーストね、投げてから、ダブルプレー、タミヤ、グッチ。しかも今日ね、3回か、渡辺のね、盗塁も見事にさしてね、ぐそき。ね、前日ね、ミスあったけどもね、次のしっかりプレーでね、返すっていうところは、非常にね、素晴らしい守備力だったと思います。まあ、ワンチャンオリックスもチャンスあったけど、まあ、なかなか難しかった。ね。で、日本はもうね、3安打だからね、確か、前日も1安打だからね、2試合で4安打しか打ってないけど、1勝1敗って逆にすごいよね。まあ、昨年ね、1点差で12連敗した時あったけども、今年はこれ1点差勝ち切ってるっていうところがね、非常にね、いい形になったね。まあ、結果はね、オリックス戦2勝1敗で勝ち越し。でした。明日からね、火曜日からカードが変わります。はい、ソフトバンク西武、29日の試合、5対4、柳田のスリーランでサヨナラ勝ち、3試合連続サヨナラ勝ち。で、こんなことある？西武もこのトンネル、どこまで抜けるのか、ねえ。もうやるべきことやったけどね、完全勝ちゲーム。ソフトバンクはね、2回裏、ワンアウト1塁からね、河村が盗塁成功して、栗原がね、ライトへタイムリーヒットで1点先制。しかし西武はね、4回に、中村拓也がホームラン。で、5回にね、2アウト1、3塁、までなったところでね、金子がライトスタンドへ3ランホームラン。まあ、ここもね、でもソフトバンクね、先頭佐藤がライト前ヒット。で、広野のね、これね、バントのキャッチャーゴロね、海野がね、セカンド悪送球。あれもう、
ね、しっかり投げとけばっていうところあったけどね。で、その後ね、ツーアウトになってから金子のスリーランだから、あれしっかりアウトにしてたらね、金子のスリーランなかったっていうところには痛かったよね。で、4対1。で、7回裏ね、ツーアウト満塁から、柳田のね、サードゴロ、佐藤がね、悪送球で1点。まあ、こういうミスも結果的に痛かったけどね。まあ、それでも完全にね、勝ちゲームっていう中でね、だから、西武はね、4回5回5安打しか打ってないから、チャンスメイクしたところは必ず点取れてたのよ。で、その中で9回裏ね、ピッチャーアブレイユ、安定してたからね、先週の週間 MVB、週間ベストナインだからね、佐々木の。その中でね、先頭、川瀬フォアボール。これ痛かったね、ストレートのフォアボール。結局ね、終わってみたら。弓森三振、シュートライト前ヒット。で、中村明ね、三振。で、ツーアウト一塁からね、柳田の、ライトスタンドへ、スリーランホームラン、クッと大スパッチ。こんなことある？飛んでる長いね、仕打ちが。ね。まあ、その中で西武先発高橋光成ね、7回123球、6安打8三振、2四球1デッドボール2失点とね、まあ、非常にね、踏ん張った、自責で1だしね。で、ソフトバンク先発シュワッツジュニアね、6回100球、5安打7三振、フォアボール0、4失点、ここも自責1だからね。でもやっぱりね、シュワッツジュニア前回も言ったけど、やっぱフォーム良くなってるね。あとは出力がもっとどん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 良くなってくると、もっと良くなりそうな、感じするけどね、今24歳、今年25歳でしょ。もうちょっと成長しよう。でもフォームはめちゃくちゃ良くなってる。ね、この試合も、結局金子には打たれたけども制球も安定してたしね、非常にいい形。あとはね、その後マテオシ・ヘルナンデス長谷川とこのリリーフ陣ね、前日のね28日もね、リリーフがね同点の場面で、松本オスナ、津森、藤井、杉山ね、その前の、27日のね、リリーフ陣も松本オスナ、津森って言ったところでね、エースクラスも使いながら、こういったところでね、ヘルダンデスとか、長谷川とかね、又吉とかも使いながら、このね、リリーフもローテーションしながら、しかもこの接戦の中でね、それをしっかり抑えてるっていうところがね、グピチッ、いろんな選手出てくる。そう熱くなってきてる。で、若い選手、育成上がり、非常にね、いい形で結果残してるところも素晴らしいし、まあ、西武はね、踏ん張っていくしかない。ね、もうこうなったらね、ロッテみたいに連覇終わった時のようにね、もう10点ぐらい取るしかない。それか、先発完封。これしかない。まさかこんな試合展開になるとはね、思わなかったけども、ね、5対4、ソフトバンクのね、サヨナラ勝ち。カードはね、3連勝でした。ロッテ対楽天、29日の試合、6対8で楽天の勝利というところで、2勝1敗で、楽天のね、勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、楽天先発勝利ね、今季初勝利、5回86球、5安打6三振、4四球4失点と、まあ、勝ったから良かったけど、内容的にはあんまり良くなかったね。ちょっと、制球もばらついてたしね。まあ、4四球っていうね。まあ、よく踏ん張ったっていうところはあるけどもね。ちょっとなかなかっていうところかな。で、ロッテ先発タネイチ。5回3分の1、121球、6安打6三振、7四球、1デッドボール5失点。8四球だからね。もう、制球、まあ、際どいところね。ストライク取ってくれなかったっていうところはあるけどね。あるけど、8四球はちょっときついよね。まあ、その中でね、ロッテは初回、藤岡の、ライトスタンドへホームラン。で、2回で、佐藤のレフトへタイムリーツーベース。そして、友杉のノーアウト満塁からダブルプレーの間に1点取って、ツーアウト三塁から荻野がね、タイムリーヒット。まあ、このツーアウト満塁から友杉ね、初球、なんか当てに行く中途半端なバッティング。あれ、追い込まれてたら、まあ、最悪ダブルプレーでもう1点入るからとかいいけど、もうちょっとしっかり振ってほしいよね。初球だったらね。なんかもう、内野ゴロ打ってダブルプレーでも1点取りに行きますよ、みたいななんか、ように見えたんだよね。で、そんなことないと思うけどね、初球だからね。あそこはもっと初球だからね、しっかり振ってのバッティングしてほしかったよね。でもその後ね、ツーアウト三塁からここね、荻野がしっかり打ってね、3点目取ったのは大きいし、これで4対0でね、種石だから勝つかなと思ったけども、3回の表ね、ツーアウト一塁から島内のね、タイムリーヒット。で、その後鈴木大地フォアボール。で、ワンアウト満塁から岡島のね、ショート交換に行って、これもロッテ守備陣ダブルプレー取りたかったよね。正直ね、だからこの1点も大きかったし、で、6回の表ね、大田小深田連続フォアボール。で、小郷がね、ライトにタイムリーヒットを打って、1点差。その後、村林三振するけども、浅村フォアボール。で、ワンアウト満塁から島内がね、ライトにタイムリーツーベースで、一気に5対4、逆転。7回にもね、小深田タイムリー。で、村林、内野安打。で、友杉の悪送球も連なって、で、浅村タイムリーっていうね、もうボロボロタイムです。ボロボロ。ね。まあ、8回の裏にね、茶谷のタイムリーツーベースでね、2点取ったっていうところはね、追い上げに向けては非常に良かったけども、だからもう、去年と全く、去年自分たちがやってもらった野球を相手にやってんだよね。フォアボール出して失点する。エラーして失点する。勝ちゲームを落としていくっていうね。で、あとはこのね、茶谷、タレイチも悪かったけどね、悪かったけども、やっぱりリリーフもね、信用、どんどん
低下してるし、リリーフもいっぱい使ってるし、ちょっとでも1イニングでも投げてほしいっていうベンチの思惑もあるし、もう難しいね。今全部が悪い方向行ってるし、なんか安心感がないね。もう角中と佐藤と荻野、ポランコ、外だけちゃう。でももう角中佐藤はね、調子いいけどもね、なんかもう全部の歯車が狂ってるね。勝っててもリリーフやられちゃうし、いい形になってもやられちゃうし、ちょっと一回ガツンと締めなきゃいけないね、厳しくね。そういったところはあるような気がします。ちょっとミスも多い、フォアボールも増えてエラーもね、ここ最近なんか負けるべきして負けてるね。でも楽天はそういったところをね、しっかりついて勝ち切る、こういったところをね、勝っていくことが最初の順位にね、つながっていくから、そういったところでね、楽天としてはグッゲームだったと思います。結果はね、2勝1敗でカード、楽天の勝ち越しでした。さあ続いてセリーグ、巨人対ヤクルトね、こちらはもうカード変わってね、カードの初戦っていうところになりましたけども、9対0でヤクルトの勝利っていうね。ヤクルト先発ヤフーレ、9回94球3安打5三振無四球無失点でマダックス完封勝利でございます。まあ、前回ね、 DeNA 戦1回3分の1でね、7失点っていうところあったんで、今日ね、この試合ね、かなりあの大事な試合だったけども、それをマダックスで完封だから、ちょっとね、ヤクルトの方もそうだし、本人もね、ファンの人もそうだし、かなり安心感あったんじゃないでしょうか。で、巨人先発ね、グリフィン、4回68球11安打2三振2四球8失点っていうところで、なんかもう腕振れてなかったね。ダバンボーダム出したし、なんか全体的に緩かった。だから脇腹だったかな、だからそこら辺のまだ怖さあんのかな、わかんないけどね。まあ、初回ね、ヤクルトはワンアウトからね、丸山オスナが連続ヒットで、村上が、センター前タイムリーで、サンタのフォアボールで、山田三振するけども、長岡タイムリー、そして中村タイムリーっていうところで4点先制で、2回にはね、オスナがタイムリーヒットを打ってね、でここら辺でもうグリフィンボックしてるから、もうアップアップだからね。しかも2アウトからセーフティーバントね、セーフになってるっていうところもね、守備陣含めてで、3回ね、表山田がね、ツーランホームラン、4回には村上のホームランね、で7回にはね、長岡のタイムリーヒットというところで、ヤクルトとしてはね、バッティングがめっちゃ向上してきててね、非常に良、かったんじゃないのかなと。丸山ね、5打数2安打、オスナも4打数2安打1打点、村上5打数3安打、猛打賞の2打点1、本塁打、サンタナ3打数2安打、で山田は1打数2安打1打点、あ、2打点1ホーマーね。で、下位打線も長岡は5打数2安打3打点、中村4打数2安打1打点、ヤウレまでヒット打ってっていうね、ところでは、先発全員安打だね、先発全員安打でマドックスでしょ。もうこれはね、もうジャイアンツとしてはどうしようもない。ヤクルトとしてはね、初戦いい形してたから、こっから上げてね、行きたいっていうところの初戦になりましたね。さあ続いて、巨人対、ヤクルト、30日の試合4対3でヤクルトの逆転勝ちというところで、ヤクルトはね、カード2連勝にね、なりましたけども、ヤクルト先発ロドリゲスね、4回66球4安打2三振3四球2失点で、巨人先発山崎より5回3分の291球6安打4三振4四球2失点っていうところで、まあね、ヤクルトは4回で、ね、ワンアウト一塁からサンタナがね、もうあとちょっとでホームランっていうところでね、先制のタイムリーツーベースで先勝するけども、巨人はね、4回裏に先頭吉川フォアボール、で岡本ヒットで続いて坂本アウトになるけどもね、で萩尾も三振で、ツーアウト一三塁になるけども、岸田がね、ここでセンターへの逆転タイムリースリーベースで、これ逆転したのは非常に大きかったけども、ヤクルトも粘り強くね、5回にはワンアウト一三塁から青木の犠牲フライで同点でも、すぐね、5回裏ね、丸のね、ライトスタンドでホームランで勝ち越し。もうこれでね、俺巨人勝ちペースかなって思ったんだけどもね、山崎はね、6回途中まで投げて、まあ、村上とね、長岡フォアボールで2アウト1塁のピンチを作って、まあ、船場さんに変わってね、まあ、中村をスライダーでライトフライに取って、まあ、ピンチを脱出っていうところで、これもいいかなって見せかけたらね、7回表ピッチャーね、西舘に変わって先頭西川ライト前ヒット、丸山送りバントを決めて青木フォアボール、オスナ三振、村上フォアボールで2アウト満塁から初球のね、スライダーをライトへ逆転のタイムリーヒットを打たれて、まあ、巨人としたらジエンドっていう形だけども、これで西だってね、まあ、疲れてるかどうか分かんないけど、まあ、クイックで投げんじゃん。俺は別にね、そのクイックで投げるのはいいと思うの。バッターやっぱりタイミング取りづらいし。でもね、クイックで投げた時にね、投げ急いでんだよね、全体的に。だから右足にね、重心とか体重溜めることなく前行ってるから、前に出るんだよね。で、前に出たらどうするかっていうと、そのまま前に出たら倒れるから開くんだよね。開くから、だから全部体の開きは全部体重移動が前に行き過ぎることによって、体が開いて腕が離れて、スライダーは出どころが大きくなる、もしくは大きくなるの嫌だから引っ掛けて曲げすぎちゃうから、ハードワンパンになる。で、コントロールつきにくい、ボール見やすいっていうところがあるから、もうちょっとね、クイックでもいいから、
このね、右の股関節に体重をね、しっかり乗せる感覚を持っていかないと、前投げ急ぎから前突っ込みすぎてるね。それが全部元凶で肩開く、遠くなる、コントロール乱す、腕だけでコントロールするっていうところが乱れてるから、そこだね。だからちょっとメンタル急ぎすぎてるから、もうちょっとゆっくりゆっくりした方がねいいんちゃうかなっていうところは投球フォーム見てたんでね。まあそこが俺投げてる球とかじゃなくてもう全てそこだと思うから、そこだけ修正できたらいけると思うんだけどね。まあね、今日どうなるのかっていう展開だけども、ヤクルトはね見事な逆転勝ちっていうところでは非常にねいい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果ね4対3ヤクルト勝利です。巨人対ヤクルト4対0でヤクルトの勝ち、チームとしては完封勝利、このカードなんとヤクルト3連勝でございます。ヤクルト先発ね、吉村7回98球4安打6三振1四球無失点っていうところでクピチ、まあ、ストレートが走ってたっていうところと変化球がしっかり低めに決まったのも良かったけども、このねキャッチャーの中村の配球もね非常に良かったね。その緩急もつけながら偏ることなく、まあストレートが走ってたっていうのもあるけども、いろんな球種を使いながら相手を手玉に取っていく。ジャイアンツ打線見ててもね、なんか絞りきれてなかったよね。岡本とかも超クソボール振らされてたし、そういったところではジャイアンツ打線がねちょっと迷いの中でね打席に立ってたのかなっていうところはね、このキャッチャーのね中村の配球っていうのも非常にね役立ったし、まあそれをね活かせたのも吉村のね好投っていうのは非常に大きかったかなと。まあ、その中でね、初回ヤクルトはね先頭西川センター前で、丸山もセンター前でノーアウト一塁からねカーブね真ん中入ってきたところ、オスナがねレフトスタンドへ先制のスリーランで、3回にはね村上がホームランで4点取って、まあ、その後はねしっかり抑えられちゃうんだけども、ジャイアンツ先発ね赤星5回79球7安打三振0無四球4失点とね、まあ、一気にここでね試合を決められちゃうっていうね。あとはまあ吉村がね素晴らしいピッチングだったのと、まあ、山本大西とねちょっとピンチはね、作ったけどもしっかり逃げ切ったっていうところも大きかったし、まあ、赤星の後ね、ジャイアンツはね京本今村泉堀田とね、堀田の1安打だけでそのね6回以降はしっかり抑え切ったっていうところはねリリーフの中では収穫あったけども、ちょっと打線っていうところがねうまく振るわなかったかなと。まあ、8回ね2アウト1塁チャンス来るけども佐々木がねショートゴロで、9回にもね2人ランナー出すけども最後萩尾がねダブルプレーっていうところもあるし、まあ、打線のねちょっとつながりを欠いて、まあ、ここはちょっとね、完敗って言ったところかな。でも3連敗だからねこのジャイアンツの負けはね痛かったし、ヤクルトはねこの3連勝に向けてここからグッとね上がっていきたいところですね。まあ、結果ねヤクルトのカード3連勝でした。続いて中日対 DeNA 29日の試合11対1で中日の勝利、こちらも大勝でございますね。中日先発も松葉ね9回117球7安打7三振2四球1失点というところでヒーローインタビューでもね言ってましたけども、キャンプ読谷に組んだね読谷のとこから、今年はね完投勝利することが目標ですってね、その時誰も信じてくれなかったかもわからないけどやりましたっていうね、そういう松葉にスパイラルというナイスです、ナイスピッチ。あの外のスプリット系ツーシームスプリットめっちゃ良かったね。あそこ角度あってね、でしっかりカットボールも投げて、左バッターにもねインコース結構投げてたし、そういった意味ではね両コースしっかりついてね投げれたんじゃないのかなと。DeNA 先発ジャクソンね4回88球6安打5三振2四球5失点っていうねところで、まあちょっと高かったね球が全体的にね、まあそれをね仕留めきれられたかなっていうね、あと要所のフォアボールも痛かったかなっていうところもあるけどもね、3回裏ね中日先制、先頭ね村松ファーストに悩んだ、まああれジャクソンもすぐベースカバー行ってたけどね、で村松もちょっと後ろだったから村松の足が速かったっていうところかな、あれはちょっとどうなんだろうな、なんかそんなミスらしいミスもしてないけど、まあ、強いて言ったら佐野が前に出て取らなきゃいけないけどまたバウンドも難しいしね。で、松葉がね、アウトになって岡林三振だから、ここ松葉本当はねちゃんと送っとかなきゃいけなかったけどね、きっちりね。で2アウト2塁になってから山本フォアボール、これ痛かったよね。で仮下がセンター、タイムリーヒットで2アウト1、3塁から中田がね、ライトへタイムリーツーベース、ここね多分渡来多分打球判断ミスって前言ったけど、あれもう全然届いてないから、あれ飛びついちゃダメだよね。もうあれ最悪もうヒットにして中田を一塁に止めといたら、ひょっとしたらそこで1点で終わってたかもしんない。あでもこれ1点入ってから2点か、あ3点だね、あの3点で終わってたかもしんないけども、これセカンド行ってで細川のねタイムリーツーベースで4点目取るっていうねところで、まあ必死さはあるけどねちょっとだいぶ足りてなかったからね、そういったところはちょっと冷静に判断して1点でも少なく、まだ序盤だっただけにね。で、4回の裏ワンアウトからね松葉がレフト前ヒット、ピッチャーがねここら辺もジャクソンね、
で、岡林ショートフライ。で、ツーアウト一塁から山本がね、センター、ヒット打ったけども、桑原の悪送球。適当に投げすぎ。あれは中継誰も取れへんで、もうちょっとカット周り投げないと、まあ、一回逆ターンしたからね、あるけども、ちょっと適当に投げすぎ。バッと。誰もいないところに点々と転がっていったからね。で、5回の裏、ね、木下のツーランホームラン。で、6回には、細川の満塁ホームラン。細川、配って。木下、配って。ね。DeNA もね、7回に、海老名のタイムリーでね、1点返すけども、まあ、11対1。ね。まあ、松原のナイスピッチングと、まあ、ここら辺ね、DeNA、だからまあ、中日とね、これバッティング、カリステがいい味方出してんなっていうところもあるし、やっぱ中田4番のね、チームとしての影響、そして打線としての影響力、すごい高い試合になったなって。まあこうなったらね、ちょっと解説しようがないっていうところもあるけども、中日打線がね、よく打ったっていうところもあるし、ちょっとね、DeNA はちょこちょこミス目立つね。ちょこちょこミス目立つ。そういったところをね、やっぱやっていかないと上位に向けてっていうところあるんでね、まあ気をつけていきたいところですね。まあ結果ね、初戦は11対1、中日の勝利でした。中日対 DeNA、30日の試合2対1で DeNA の勝利ということで、前日ね、大敗11対1で大敗した DeNA っていうところでしたけども、しっかりね、このね、点、2桁得点した次の日がね、なかなか点取れないっていう、これ7不思議ね。まあ絶対そうじゃないと思うけどね。まあ、DeNA 先発中川がね、6回68球、4安打4三振、無四球1失点と。まあ前回ね、あの横浜スタジアムでリリーフで出てね、8勝利かっていうところで、まあ山崎康明が逆転されちゃってね、そう8勝利にならなくて、まあこの試合ね、先発っていうところで、ね、しっかりね、勝ち投手、中川。ピチね。まあ、ちょっと降板しちゃってね。でもそんな、なんか、肘の影響かなんかな。大事に至らないことないって言ってたし、本人ね、コメントもしてたんでね。まあ、そこら辺はちょっと安心かなっていうところもあるけども、なんて言ってもね、ここ最近と違ったのはね、ストライク先行で、ほぼストライク先行。初球ボールもそんななかったんじゃないのかなっていうぐらい、もう多分ね、9割か9割弱ぐらいはね、あの、初球ストライクで、で、多分ツーボールもほぼほぼなかったんだよね。もう 90% 前後ツーボールになることもなかったし、ストライク先行でどんどん勝負できたっていうところがね、この好投に広がったのかなと。で、その後ね、伊勢、山崎康明、森原とね、しっかりリリーフも踏ん張って、2対1ね、完勝っていうところでは、非常に投手リレーもね、良かったのかなと。中日先発ね、小笠原、6回97球、8安打4三振、1四球2失点だから、まあこれはもう攻められないね、その中ではね。まあその中でね、DeNA の攻撃、まあ初回ね、ワンアウトから、海老名のサードゴロね、カリステがファンブレーラーっていうところで、そんな海老名右バッターでね、っていうことを考えると慌てることないから正面でもよかったんちゃうかと思うけどね、若干イレギュラーしたかな、なんかね、ファンブルして、で、ミス。で、海老名盗塁してね、で、その、ファーストライナーね、このまま終わるかっていうところで、ツーアウト2塁からね、牧が、ピッチャーライナーね、それ、小笠原が弾いてね、セカンドね、山本よく追いついてね、ホームまで投げたけどね、でもセカンドランナーね、海老名、しっかりね、ホームに帰って、まあ、ギリギリセーフっていうところで、海老名ね、ナイス盗塁、グッド。ねえ。まあ、あれ、ね、小笠原も肘に当たってたから影響あるかなと思ったけども、その後ね、しっかりピッチングしてたんで、まあね、大事にも至らずよかったなっていうところもあるけどもね、こういったところで、まあミスからね、しっかり得点機に結んだっていうところではね、DeNA いい形で先制。まあもちろん小笠原ね、ここ自責点ゼロですけども、で、5回にもね、桑原センター前、で、海老名がレフト前ヒット。で、ノーアウトね、1、3塁からね、3のダブルプレーの間に1点取るというところで、ここもね、もうドラゴンズね、守備会見も後ろ下がってて1点 OK っていう形だったからね。まあまあ、でもね、打線も調子いいから、その後ね、2点差あってもね、逆転できるっていうところもあっただろうけどね、そこをしっかりね、ダブルプレー抑え取って、これまあ2点目っていうところは、中日取ったらね、想定内っていうところだけども、この結局2点がね、大きかったなっていうね。で、ドラゴンズはね、7回、中田、ライト前、細川ライト前ヒット、ね、ここね、上林ね、ノーアウト一二塁から、初球ライトフライ、浅めのね、タッチアップできず、で、まあ、代打、宇佐美三振、その後ね、村松がライト前ヒットを打って、まあ、1点はね、取るんだけども、まあ、結果論だけども、俺はここは上林バントでよかったんちゃうかなと。で、ワンアウト二三塁作ってね、っていうところで、まあ、2点あるからね、ここはもう一気に2点取りに行こうっていう作戦だったかなとは思うんだけどね。そうじゃなかったらバントしててもおかしくないかなっていうところはあるけどね。あとは6回のもね、先頭、村松のね、セカンドゴロ牧がエラーして、まあちょっとね、1、2塁間ね、打球早かったからね、まあ仕方ないとこもあるけども、やっぱ牧だったらね、処理してほしいっていうね。で、代打三好がライト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁から岡林が送りバントを決めて、代打大島ね、ピッチャーゴロっていうところでね、まあここ3塁ランナー村松、ホームにそのまま帰ってきてアウトになるんだけども、ここはね、見えてるわけだから、もう完全アウトだからね。そう考えると、やっぱりね、挟まれて、
ね、その後ノーアウト一三塁で、まあカリステのね、内野ゴロでアウトなんだけども、ここね、やっぱこのツーアウト二三塁でカリステに持ってこなきゃいけなかったわけよ。だからあそこは村松やっぱ挟まれなきゃいけないね。で、バッターランナー大島がやっぱセカンドに行くのを待たなきゃいけない。これね、結構ね、ファーストランナー三好も三塁ね、ギリギリで一歩間違ったらダブルプレーになりかけてたからね。まあそこら辺はね、ちょっと村松ね、守備ちょっとお粗末だったかな、っていうと、バッと、だったと思います。まあ結果的にはね、伊勢、山崎や佐々木、森原のね、リリーフも踏ん張って、ね、1勝1敗の5分っていう形でね、2対1、DeNA のね、勝利になりましたね。中日 DeNA、5月1日の試合、12対1で DeNA の勝利ということで、このカードが、2勝1敗で DeNA の勝ち越しっていうね、まあ初戦のね、11対1っていうね、試合をまんまとね、真逆にした DeNA のね、戦い方でしたけども、中日先発涌井で、3分の2、30球、8安打1三振、1四球9失点と、いきなり9失点痛かったね。DeNA 先発石田、7回100球、6安打7三振、無四球1失点と、まあ大量得点にもね、恵まれて、まあね、プレッシャーあったけどね、初回に9点だからね。でも試合を崩さずね、あ、外のチェンジアップ系かな、通信系、非常にいいところにも落としてたしね、いいピッチングになったんじゃないでしょうか。DeNA はね、初回、桑原からね、桑原海老名連続ヒット、で、佐野がタイムリーヒット、で、牧がホームラン、で、ここで終わらないでね、宮崎ツーベース、強打ヒット、戸柱がね、ファーストライナーでアウトになるけども、関根フォアボール、で、ピッチャー石田三振、で、ツーアウト満塁から桑原海老名、そして佐野連続タイムリーで一気に9点。頑張って。ね。これなんかいろいろね、いきなり初回ね、6者連続ヒットとかね、いろいろ記録があるらしいけどもね、非常に、速攻って言ってもね、いいぐらい。で、このね、3回のね、海老名のレフト前タイムリー、で、牧のね、センターへのタイムリーツーベース、この3点でね、決まったね。この初回の9点だけだったので、ね、何があるか分からなかったけど、この3回の3点で決まったからと。で、中日はね、4回の細川がホームランを打つけども、さすがにこの逆転はね、難しい。ね。で、この試合もね、渡来が今日ね、スタメンから外れて、で、その代わりに出た海老名がね、しっかり2番に入って5打数4安打2打点だからね、1番桑原5打数3安打2打点、2番海老名5打数4安打2打点、3番佐野5打数2安打3打点、で4番牧5打数2安打5打点、で5番宮崎4打数2安打、ね、えげつね、クラッティ。海老名のこの頑張りもね、また渡来のね、いいね、刺激になるだろうしね、ここの海老名をね、このままグッといきたいよね。こういったところでね、そういった意味ではね、いろんな収穫のあるね、勝ちだったんじゃないでしょうか。ね、まあドラゴンズとしてはこの負けはもう仕方ない。ね、もう開き直るしかない。ね、結果このね、カード3勝2敗、DeNA の勝ち越しでした。広島対阪神ね、30日の試合っていうところで、まあ前日ね、雨で中止というところで、このカードね、この日が初戦になりましたけども、阪神先発村上ね、9回112球、7安打6三振、1球1点でね、見事完封、ピッチ。ね。で、広島先発、床田ね、6回109球、4安打1三振、5四球1デッドボール3失点と、ちょっと制球苦しいんだね、ちょっと床田らしくないかなっていうところもあるけども、まあギリギリ踏ん張ったけども、もうちょっとね、この両者の対戦っていうところで、ロースコアの展開になるかなと思いましたけども、7対1はね、ちょっと想定外だったかなと。まあ、広島はね、初回ね、秋山が初球ね、先頭打者ホームラン、ライトスタンドへね、先制ホームランだけども、もう1、2の3で振ったね、力強くね、まあそれがヒット。でね、あ、ホームラン。で、その後ね、野間がセンター前で、小園ね、エラーで出て、ノーアウト1塁。ここでね、まあ村上もヒーローインタビューで答えてたけども、あまり状態は良くなかったっていうのは多分立ち上がりのことを言ってると思うんだよね。ここでね、ノーアウト1塁、ここでもう1点でも取ってたら、状況は変わってたかなっていうところで、松山レフトフライ、坂倉三振、そして宇草がね、ピッチャーゴロという形でね、しっかりね、そこから追加点奪われなかった村上もさすがだけども、カープとしたら唯一だったらここかなっていうね。でも阪神はね、2回表にすぐっていうね、先頭大山アウトでね、ノイジーフォアボールで佐藤がアウトになるけども、2アウト2塁からね、坂本がセンターへタイムリーヒットで、ここね、すぐ1点返したのはね、めちゃくちゃ大きいかなと。で、4回にもね、ノーアウト満塁から坂本のね、ダブルプレーの間に、1点取って、まあ、着実にね、得点を重ねながら、まあ、村上だからね、もう1点取ってればっていうところはね、ベンチの策的にもあると思うんだよね。で、6回表も、ワンアウト1、3塁からね、坂本が犠牲フライっていうところだけども、これ2対1の状況、6回、で、坂本、ワンアウト1、3塁、下位打線に行くってなった時に、ライト、フェンス際のファールだったんだよね。ここね、野間。取ったら確実に1点入るんだよね。だから、ここを、難しいよね。俺は取んない選択肢もあったんちゃうかと。相手が村上ってなったらもう1点差勝負やと。大量失点も1失点もこれ2点差広がるのは苦しいぞと終盤に向けて。ってなったら、
まあ、結果論だけどね、どういう選択するかやっぱその場その場だから何が正しいっていうのはないけども、フェアだったらいいけどもファールだったら俺は落としてもよかったんちゃうかと。しかも下位打線に行くしね、ここはもう勝負っていうことを考えるとね、取らなくてもよかったんじゃないのかなと思いますけど、皆さんどう思いますね。で7回表にはね、ピッチャー増田に代わってワンアウトから中野ツーベース、森下デッドボールで大山フォアボールでワンアウト満塁からノイジータイムリーで佐藤のファーストゴロの間に1点取って、また坂本がねタイムリーっていうところで一気に3点で、9回にもね、木浪の内野ゴロの間に1点取って7対1と阪神としては完勝。もうね、得点圏は自分がアウトになっても内野ゴロでも犠牲フライでもね、何があっても点を取っていくっていう効率の差はね、非常に素晴らしい試合展開だったし、エース村上がね、しっかり初回の1失点、まあ初回ね、から崩れることなくね、その後しっかり立て直して、1点完封し、完投したっていうのはね、非常に素晴らしかったし、まあ、カーブとしてはその1回の攻撃と、あの6回の時の守備どうだったのかなっていうところはね、この試合展開の中でも感じるところはありましたね。まあ結果はね、7対1、阪神のね、先勝という形になりましたね。続いて広島対阪神2対2で引き分けということで、このカード、まあ初戦雨でね、中止だったんで、1勝1分けで阪神のね、勝ち越しっていうね、ところになりましたね。まあ阪神先発伊藤将司ね、5回107球、5安打3三振、2四球1デッドボール、1失点という形で、まあ最低限ね、試合を作ったかなと。で広島先発大瀬はね、5回87球、5安打4三振、2四球2失点と。まあこちらもね、最低限、両チームね、5回ともにね、試合を作り上げたかなっていうところでね、阪神は初回ね、近本ライト前、中野ね、森下アウトになるけども、森下のところで近本盗塁。で、2アウト2塁からね、大山が、レフトへね、先制タイムリーヒット。で、2回にもね、2アウト1、2塁から木浪がね、タイムリーヒットを打って、まあこれね、キラミもね、最後、小畑がね、出てたんで、ちょっとミスからね、出場機会減ってたけども、こういったところでしっかり打ってね、またチーム内のね、緊張感っていうところがね、高まって、このね、8番、キラミの存在感っていう中ではね、非常に大きなね、ヒットになったかなと。まあ、その後ね、佐藤が牽制でアウトになって、バーッとね、こういったところをね、非常にもったいない。ここでね、伊藤がアウトになってても、その後、近本にね、2アウト1塁で、チャンスがね、ある中で、もう1点ね、取れる可能性があったけどね、まあ、ここね、まあ、伊藤がね、このバントね、やりに行って、まあ、バントね、引いたんだけどね、飛び出しちゃったっていうところはね、非常にバットだったね。でもまあ、これね、2点先制して、まあ、伊藤もね、いい形で投げれて、まあ、初回ね、まあ、フォアボールもあったけどもね、しっかり抑え切って、で、2回もね、小園の、スリーベース、そしてね、矢野のレフト前ヒットっていうところでね、ヒットがね、打たれたけどもね、この6番上本のところでね、サードゴロの間ね、本塁ね、小園をアウトにして、まあ1失点もね、取られないでしっかり抑え切って、まあ粘りの投球だよね。で、3回にもね、ワンアウトから、秋山菊池連続ヒット、ノマアウトに取るけども、ドーバーフォアボール、で、ノー、ツーアウト満塁から小園ね、セカンドゴロっていうね。まあこれだから2回3回ね、カーブとしては、なんとかね、点につなげていければね、これ勝ちも見えたのかなっていうところはあるけども、ちょっと伊藤がね、立ち上がり状態あんまり上がらなかったところで、仕留めきれなかったのは大きいね。で、その中で5回の裏ね、先頭、代打、宇草がね、ショート、木浪ね、ファンブルエラーで出塁。で、秋山レフト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁から菊池が送りバンドを決めて、ノマデッドボール。で、ワンアウト満塁から堂林のね、ライトへ犠牲フライで1点。で、7回ね、ワンアウトから、ピッチャーね、カジア、ワンアウトからね、ノマド・オバイシン連続フォアボール。で、小園がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、同点に追いついてね、だからもう一歩ポンポンってね、出てればね、もう一個あったけどもね、まあその後ね、両者ともに決定打が出ずね、阪神はね、伊藤将司の後、島本、で、カジア、桐敷、ゲラ、漆原、岩崎、浜地。で、広島は大瀬良の後、中崎、矢崎。島内、栗林、堀江、森浦、黒原って言ったところでね、まあランナーも出しながらね、両チーム、まあ一本出ればってチャンスはあったけどもね、非常にまあ明日がね、まあ木曜日休みっていうところでね、もう全ピッチャー使い切ってなんとかね、負けない野球っていうところでは、まあ両チーム負けなかったのはね、大きかったかなと。まあ結果はね、2対2でね、引き分けというところで、カードはね、1勝1分けで、阪神の勝ち越しでした。さあということで、30日の試合行ってみましょう。オリックスロッテ戦、30日、1対0でロッテの勝利ということで、パリーグはね、今日からこの30日からカードが変わるということで、30日1日の2連戦になります。こちらホットモット神戸でっていうね、ところでですけども、ロッテ先発佐々木朗希、7回108球、4安打10
奪三振、2四球1デッドボール、無失点。オリックス戦活発宮城、8回115球、5安打13奪三振、1四球1失点というところで、まあ、両者ともに素晴らしいピッチングでしたけども、まあ、勝敗というところではね、紙一重の戦いでロッテが勝利という中で、まあ、ロッテとしてはやはりこの佐々木朗希を立てて負けるわけにはいかないと。今後ね、上に向けていくためにはやっぱり佐々木投手の、勝ちというのは必須条件になってくる。もしくは佐々木に勝ち星つかなくても、投げた試合は勝つっていうね。逆にオリックスも、やっぱりね、これ優勝に向けてっていうところで考えると、やっぱ宮城が投げた試合は、チームとして勝っていくっていう試合がね、求められる中で、まずこれね、初回、オリックスはね、先制のチャンスというところで、先頭、西川フォアボール。で、森がツーベースを打った時に左中間をね、抜けて、で、荻野がね、スライディングキャッチ試みるけども、若干ね、まあ、取れるようで取れなかったね、形で落とすんだけども、ファーストランナー西川がね、一気にホームを狙って、で、荻野、茶谷、そしてホーム、佐藤という形でね、完璧な、中継をして、ホームタッチアウトになるんだけども、まあ、これで、ね、まあ、論争が起きるのは、ノーアウトで、二三塁なのに、どうなのかっていうところだったけども、まあ、ね、三投みたいなもんだね。まあ、アウトになったらダメなんだけどね。アウト、しかも結構タイミング余裕でアウトだったからね。アウトになったらダメなんだけども、まあ、三塁コーチャーとしたら、まあ、相手は佐々木朗希やと、宮城一点あれば勝てるんちゃうかと、中で、まあ、一気に回したっていうね、ところもあるけども、初回。まあ、そこまで無理する必要あったのかなっていうのは率直な感想だね。しかもノーアウト、しかもクリーンアップに向けていくわけだからね。で、次の問題ね。次の問題は、あそこでホームスローしたんだったら、俺はね、森は三塁行くべきだったね。もう投げた、もう投げる瞬間に三塁行って、もう自分がおとりになってアウトになっても一点取りに行くっていう、あそこで回すの全部セットしないといけないよ。あそこで回すんだったらもう森もアウトになる覚悟で三塁狙って、おとりになってランダムプレイでアウトになったけども一点取るっていう。だから、意思統一がされてないよね。あの、完璧なアウトっていう状況の中で行くんだったらやっぱ森もあの中継の間に三塁狙うべきだったし、万が一西川がね、ホームでアウトになっても次ワンアウト三塁で紅林に迎えるっていうところを考えると、あそこは森も一緒に行くべきだった。で、もう一つの問題点。これはね、キャッチャーの佐藤の方の問題点なんだけども、まああとはね、ランナーの西川っていうね。あそこで言うと、もう完全にコリジョン守備位置に入ってるわけ。もう、あの、両足、ラインまたいでたからね。だから、あそこは西川ね、避けちゃダメなのよ。昔ね、あの、ロッテの中村翔吾がね、中日戦行ってみたいに、完璧アウトでも、もう、あの、走路の、避けないで、ね、回り込むとかしないで、もう走路のまま、走路のまま、キャッチャーの佐藤にもう当たりに行く感じ、ヘッドスライディングでも足からでも何でもいいから。で、そしたら、多分あれね、これ以上になってもおかしくなかったよ。あの、守備位置はね。正直ね。だから西川としては避けてダメし、これね、チームでやっといた方がいいよ。コリジョンのね、体勢にある場合は、もうそのまま突っ込んでいった方がいいよ。で、当たったら完璧タイミングアウトだったとしても、コリジョンルール適用でセーフになるからね。正直ね。あそこはね、この3つの問題点があるよね。だからそういったところではもったいない。でも、ロッテもね、6安打で、まあ、チャンスもね、ありながらも、この5回ね、ワンアウトから山口フォアボール、で、中村晃がレフトフライでアウトになるけども、2アウト1塁からね、荻野が左中間に抜けるタイムリー2ベースで、ファーストランナーね、山口が本塁に生還して1点。まあ、このね、1点を守り切りっていうね、とこだったけども、オリックスとしては8回裏ね、ピッチャー佐々木から鈴木に変わって、先頭太田がフォアボール、西川アウトになるけども、ここね、森のところで、ダイソーの渡辺がね、盗塁成功。で、森フォアボール。で、2アウト1塁から紅林がね、アウトコースを通し向け、ちょこんと合わせただけでライトフライ。で、セデリーノがね、浅村に変わって、ま、ほぼ真ん中のスプリットだったけどね、これはまあ、打ち損じた、角度が上がらなかったね。まあ、アウトっていうところで1点取れず、まあ、このままね、まあ、1対0で、ロッテがね、逃げ切り勝ちっていうところでは、ロッテとしてはね、完璧な勝ち方だったんじゃないでしょうか。オリックスとしてはね、初回のね、さっき言った3つのポイントがね、ちょっと悔やまれる一戦になったかなと思います。続いて、オリックス対ロッテ、6対3、ロッテの逆転勝ちということで、このカード、ロッテの2連勝で勝ち越しってね、ロッテ、ダイクストラ、ね、先発、4回66球、3安打4三振、3四球、2失点と、最後なんかね、指の調子が悪くて降板したけども、まあ、ちょっとまだ分かんなかったからね、今後も引き続き見ていきましょうとね。で、オリックス先発、田島ね、5回112球、4安打4三振、3四球、無失点と、ちょっと球数多すぎたね。まあ、その中でもね、しっかりね、0点で抑えてるっていうところではね、非常に良かったのかなっていう中でね、まあ、オリックスは2回裏ね、頓宮がホームランを打って先制。で、3回裏にね、ワンアウト1、3塁から森のね、
まあ、ライトゴロ、あれライトライナーに見えたけどもね、まあ、ライトゴロね、ショートバンだったからね、まあ、セカンドに投げて結局ライトゴロになっちゃったけどね、その間に、1点と、まあ、ここもね、先頭太田がフォアボールでね、北野バントの時にね、ダイクストラがファーストへね、悪送球っていうところでね、ランナー一三塁になって紅林は三振するけども、森のね、石田の中で1点取るっていうことだから、こうミスだからね、最近ちょっとロッテのミス多いから、そういうところちゃんとやっていきたいっていうところと、5回にはね、紅林がホームラン、ね。で、6回表にね、ワンアウト1、3塁から小川のレフト前ヒットでね、1点を返して3対1になるけども、これね、このままもうオリックスがね、勝っていくのかなってね、思ったけどもね、まさかまさかの9回ね、自滅っていうね、ピッチャー平野が出てきて、先頭小川がね、セカンドゴロ、足立がね、ファンブルエラーっていうところでランナー出塁。で、代打角中がライト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁、チャンスを作って石川がライト前ヒットで、ノーアウト1、2塁、1点返しね。で、この時点で3対2、1点差。で、そして3番ポランコがね、もうセカンドゴロ、これもう4、6、3、もうイージーダブルプレイかと思ったらね、足立がファンブルでエラー。で、ノーアウト満塁。で、ここで、代打藤岡が三振。で、ワンアウト満塁から安田がね、レフトオーバーのタイムリーツーベースで逆転。で、佐藤俊也がライトにタイムリーヒットで5対3。で、中村翔がアウトになって、山口がデッドボールで、ツーアウト満塁から、岡野のセカンドゴロ、また足立がエラーというところで、この1イニング、足立が3エラーだからね。で、5失点、6対3。まあね、そのままジエンドっていう形になるけども、これポランコのところにダブルプレーが成立してたら、まあ、1点取られたけど、ね、3対2で勝ちましたみたいな感じになっただけにね、まあ、これ平野は攻められないね。この3つのエラーっていうのはね、痛いかなとね、まあ、ホットモットだからってね、言い訳できない。それは両チーム一緒だからね。そういった意味ではね、このエラーっていうのは痛かったかなっていうね、まあ、完全な自滅。まあ、マリーンズからするとね、それをしっかり拾ってね、勝ちにつなげたっていうところではね、ここから追い上げていかなきゃいけない中、いい形のね、勝ち方になったんじゃないでしょうか。結果ね、6対3でロッテの逆転勝ち。このカードもね、2勝でロッテのね、勝ち越しでした。続いて、カードがあって、ソフトバンク対楽天、8対0でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発有原ね、8回100球、4安打6三振、1四球無失点というところで、まあね、大量得点にも恵まれて、スイスイスイという感じだし、楽天先発ポンセ、5回86球、12安打4三振、2四球8失点と、まあね、ストライクゾーンの中で勝負していくっていう形では、ポンセ自身のピッチングができたかもわからないけども、それがね、ホークス打線に全く通用しなかったというところで、2回裏ね、ソフトバンクは山川の先制ホームラン、で、近藤川村が続いて、ノーアウト1、2、3塁から、栗原がね、犠牲フライ。で、カイアウトになるけども、2アウト2塁から三森がね、ライトへタイムリーヒットで、一気に3点先制。で、5回裏もね、柳田の、ライトスタンドへのソロホームランから始まって、山川、近藤連続ヒット、川村フォアボール、ノーアウト満塁から栗原アウトになるけども、甲斐がライトへ犠牲フライ。で、三森がタイムリーツーベース。そして、周東タイムリーツーベースで一気に5で、まあ、2イニングのね、ビッグイニング、計14アンダーでね、相手打線に仕留めるという形では、グッド打線。打線素晴らしい。ね。で、しかもね、この、牧原がね、ちょっとコンディション不良っていうところでダメな時にこのね、また三森がね、いて、4打数3安打3打点、しかも9番で、層の厚さをね、物語ってるよね。先日、河瀬がね、サヨナラヒットを打ったりとか、まあ、周東がいなくなった時にね、近藤、そして河村が出てきてね、この試合も河村がヒットを打って、もう岡がね、二軍調整っていうところでは、今ね、もう準ね、もう完全な国産打線だけどもね、その中ではしっかりね、活躍できると。で、まあ、リチャードも上がってきて、こういろいろ試しながらっていうところもあるしね、非常に完璧な、試合展開だったと思います。もうそれ以上に何もない。そうも熱い。代わりの選手も活躍する。新たな新戦力も出てくる。育成の選手も成長してきた。外国人に頼らなくても日本人選手で構築できるようになった。それも含めて山川の加入は大きい。ね。っていうところが、感想です。楽天としたら、もう、なすすべなく乾杯でございます。8対0、ソフトバンク、先勝です。続いて、ソフトバンク対楽天、4対3で楽天の勝利ということで、このカードね、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたし、ソフトバンクのね、連勝ストップっていう形になりましたけども、楽天先発藤井ね、5回69球、4安打4三振、1四球無失点とね、非常に球数も少なく、フォアボールも1個でね、ストライク先行で勝負できて、自分の持ち味っていうところはね、出したのかなと。まあ、勝ちがつかなかったのはね、ちょっと残念だったけどね。でソフトバンク先発大関、4回79球、5安打1三振4四球3失点と、こちらはね若干ボールのね、ちょっとばらつきがあって制球ね乱れちゃったかなと。まあその中でね、初回、先頭王がねツーベースで、村林が送りバントを決めてワンアウト3塁から浅村がねセンターへタイムリーヒットで先制。まあね、
先日ねボロ負けしてるっていう中ではね、この先制の 初回のね先制点っていうのは非常にねこの流れを作るときは大きかったかなと。で3回表ね、9番小畑がセンター前で盗塁して小郷フォアボールでノーアウト1塁からまたも村林がきっちり送りバントを決めてワンアウト2、3塁になって浅村のね内野ゴロの間に1点取る。で、4回にも辰巳のねホームランで3点。でねその後藤井もいいピッチングだったし、いやこのままねソフトバンク強力打線シャットアウトかなと思ったらやっぱりそうはね問屋が下ろさないというところで7回裏ねピッチャー藤平から酒井に変わってね、酒井がここまでね10試合防御率 0.00 と完璧に抑えてるだけで ねこんな展開になるとは思わなかったけども、先頭近藤がライト前ヒットで川村がセンター前ヒットでリチャードはねレフト線三塁線抜けるねレフトにタイムリーツーベースで代打中村のねショートゴロの間に1点入れてでワンアウト三塁からね代打栗原ねでセカンドね小深田のフィールダッシュチョイスっていうところだったけども、まあ三塁ランナーねダイソー中田がね非常に素晴らしいスタートとヘッドスライディングでね、同点になったけども、この、ね、栗原のねバッティング良かったね。これね追い込まれてね2球で追い込まれてあとねそこボール見送って2エンド2から最後フォークボールでもう当てに行くんだよね。もうスリーヒットとかでも当てたらどうにかなるやと、サルリラーナ川村がホールでね、ヘッドスライディングするんだけどもね、もうあとね川村ねよろしくとね絶対なんとかして当てますよって言ったところでヒットに打ちに行くわけじゃなくてね、もうなんとかコンパクトに当てるっていうねあのバッティングかなっていう、あれがね西武のね長谷川にも欲しかったよね。そういうのでね、だからこうね強力打線ばっかり目立つけども、そういう細かいところもねしっかりできてて、そう1点も取りに行くチームとしてのね自己犠牲、そしてチームとしての自分の役割、そしてあのランナーへの信頼っていうところがねこの同点をねもぎ取ったかなと、まあ、これでねなった時にもうそのままねソフトバンクが勝つかなと思ったけども、9回ねピッチャーオソロに代わって先頭辰巳がライト前ヒット、石原送りバントを決めて小畑がねセンターへタイムリーヒットで勝ち越して、このね、1点で4対3ね逃げ切り勝ちっていうね、9回裏はね、則本が3連続でね三者凡退で抑えて勝ち切ったっていうね、まあ楽天としたらね、まあ、このまますんって勝ち勝ったかったけどね、こう最後負けなかったのはね非常に大きかったね。まああとはソフトバンクで言ったらオスナが心配だね。まあ常にヒットが打たれてるっていうところと三振が今年少ない、奪三振率 2.0 だからね、 2.0 いくらだったから去年でも 7.0 いくらあったから、そういった意味でもやっぱ力ちょっとね太りすぎやっていうね話もあるけども、ちょっとね、キレがなさすぎるんちゃうかっていうところで、リリーフはちょっとオスナだけがなんか今現状ね、怖いかなっていうところはあるよね。あとは打者にしてもね、今日先発したリチャードがね、3打数3打1打点ね、っていうところでは、これ猛打賞だからね、これでリチャードまで復活したら、お前ソフトバンク、そう熱すぎるぞっていうね。中ではね、まあ、栗原もね、いいところ最後ね、自己犠牲で1点取ったけどもね、こうリチャードの活躍でね、またチーム内競争がね、活性化されたら、またさらにね、強くなる。負けたけども強いなっていうね、ホークスの、野球でしたね。まあ、結果ね、4対3で楽天の勝ち、カードはね、1勝1敗の五分でした。続いて、西武対日本ハム、2対1で日本ハムの勝利というところだけども、この日本ハムね、まあ、先週も、4勝1分けで、勝ち越して、まあ、今週もね、2軸3軸と2連勝っていうところだけども、最近ね、これ1点差っていうところがね、非常に、まあ、勝負強いっていうかね、しっかり勝ち切れているっていうところは、このね、今現状2位にいるところでは大きいんじゃないでしょうか。まあ、負けるときにはね、ちょっと大敗して負けるっていうところもあるけども、1対0で負けても、100対0で負けても一緒は一緒だからね。この1点差をね、確実にものにしていくっていうのは今年のね、日本ハムの一番違うところかなとね。昨年はその1点差をね、逆にね、負けてリズムを作れなかった、チームとしてね、勝ち星を拾えなかったっていうところはあるけども、まあ、その中でね、FA 移籍してきた山崎福也、9回97球、3安打5三振、無四球1失点、もう少しでバダックス。ね。しかもね、まあ、1点取られちゃったからね、あれだけどもね、非常に、いいピッチングだったし、その中で日本ハムはね、初回、ワンアウトから松本ヒット、で、ここ盗塁、で、マルチベスが2アウト2塁からレフトへタイムリーヒットっていうね、ところで、まあ、日本ハムね、この前の1ヶ月総チェックで言ったけども、結構盗塁はチャレンジするんだけども、成功率悪いんだよね。成功率悪いんだけども、この日本ハムの特性上、まあ、相手ピッチャーね、この試合平というところもあるし、黙ってて待ってても点入んないとね。それだったらもう盗塁しててもバントしてても盗塁がアウトになったとしても黙ってて打つのを待つのと、
盗塁がアウトセーフになる確率どっちが高いかってなった時に、多分黙ってても点が入ることよりも足で生かして盗塁した方がね、得点が入る確率が高いんちゃうか、チーム状況的に、そして相手のピッチャーとして考えた時にっていう新庄監督の思惑でアウトになったとしても行けと、ね、その方が得点入る確率高いと、しかも今投手陣いいと、1点勝ち越したらそれ逃げ切り勝ち行こうぜとね、いうところが、まあ、この作戦になってるんじゃないのかなとね。この3回の時もね、先頭細川ライト前ヒットを打って、でここね、牽制誘い出されるもね、あれはもうね、挟まれたアウトだから、あの細川のね、そのまま行くが正解なのよ。これアマチュアもそうだけど、もう牽制飛び出しちゃうとそのまま行った方がいいよ。そしたらね、自分に当たる可能性もあるしね。でこれでセカンドセーフになるんだけども、でも2アウト2塁からね、セカンド、牽制立っちゃうとバッと、これはダメです。ここはねちゃんと行きましょう。でもね、この平のね、あと西武の守備のね、絶対刺すっていうね気持ちは伝わってきたとね。で5回でもね、先頭磯畑、センター前ヒットで出るけども、こう7番の時にね、盗塁アウトになるけどもね、こういったところもね、ワンチャンにかけるっていうね、うちのチームは盗塁した方が点入るんやっていうね。で7回にもね、松本が出て盗塁成功してね、松本の時か細川がね、盗塁成功して、まあここね、三振で点入らなかったけども、8回ね、同点の場面でもね、万波が打って、それね、相手にミスをついてっていうところで、もうちょっとでもね、相手のミス、もしくはね、自分たちが攻めていって点を取っていくっていうのが非常にね、この効果的になってるんじゃないのかなとね。セーバーとかでもね、盗塁はなんか得点機を失わせるとかね、確率上盗塁は何パーセント以上ないとやる意味ないとかっていうのあるけども、多分ね、そういう単純なことじゃないと思うんだよね。それはもうね、みんな分かってると思うんだよね。現場はね、そんな単純なことじゃないっていうね。しかも黙っててね、ホークスみたいんで黙ってて点取れるんだったらね、それはそれに越したことないよね。だってまあね、サインとか出さなくても、一か八かの勝負に出なくてもね、黙ってたらホームラン打ってくれて、黙ってたら連打が繋がってっていうね、選手の育成がしっかりしてて、その選手たちがね、球界のトップクラスにいるんだったらそれでもいいかもわかんないけども、相手の投手陣とかね、自分たちの打線、自分たちのクオリティを考えると、そういったね、一か八かの攻めっていうよりね、そういった足を使って作戦を使って点を取りに行くっていうことがより効果的かっていうところはね、今の日本ハムの試合がね、この見せつけてるんじゃないのかなと思いますね。まあそうだからね、西武は1対0そのまま終わるのかなっていうところでね、7回先頭の長谷川が内野安打で、ここに小が送りバント決めて、若林はアウトになるけどもね、1番の金子がレフトへ同点タイムリーで1点で、ね、同点になってます。日本ハムはね、西武はね、全部で3安打だから、まあこのイニングのね、2安打打ってあと1安打しか打ってないから、ほぼ攻撃できないけど、まあ少ないチャンスをね、ものにして、このままどうなるのかっていうところでね、先ほど言ったように、まあ8回の表ね、万波がセンターを打つんだけども、センター長谷川がね、後逸、これがスリーベースになって、マルティネスの犠牲フライで行って、だから西武もやっぱこういうとこね、細かいことやっていかないと、もうただでさえ普通にやっててもね、ホークス戦のいきなりね、さよならスリーラン打たれちゃったりとか、まともにやっててもなかなか勝てないんだから、そうなった時に、このね、ミスしてたら、それはもう勝てないよ。正直ね、なかなか厳しいね。で、西武先発平はね、7回8回、108球、8アウト5三振、1四球1デッドボール、1失点とね、もう完封しなきゃ勝てないのかっていうところだからね、平のピッチングも非常に良かったしね、これはもう攻められないよね。だから西武も、これもう、この前ね、阪神を、見本にって言ったけど、この日本ハム見本にしてもいいかもわかんないよね。正直ね、ダメでもどんどん行っていって、そのワンチャンにかけてね、その1点取りに行くっていうところはね、非常に今の西武にはね、お手本になるような試合だったんじゃないのかなっていう感じはするけどね。でも最後はね、まあ、送りバントとかも全部やってるからね、西武もね。もう最後はもうこのね、能力になってくるから、そのツーアウトになっても返せるのか返せないのかっていうところはね、まあこの成長に、ライオンズもね、かかってくるんじゃないのかなっていうね、ところはあります。まあ初戦はね、2対1、日本ハム先勝でした。あと西武でちょっと言い忘れてたんだけども、7回裏ね、西武、先頭源田がレフト前ヒット。で、ここね、佐藤の打席の時に、初球ね、アウトコースからのカーブでストライク。で、2球目ね、これエンドランすんだよね。ワンストライクからね。チェンジアップ系をね、それを打って、まあ、ストライクかボールがギリギリのところぐらいだったけどね。で、ファールになって、で、フォークファール、最後ね、フォークを、ピッチャーゴロ、ダブルプレーになるんだけども、俺はもうここで、佐藤が3番だからって言っても3番打者じゃないから、もう最初から俺は送りバントでよかったと思うんだよね。で、俺はまあエンドランでも悪くないと思うんだよね、正直作成した。でも、ワンストライクからエンドランって、次ボール来る確率高いしね。で、難しい
球が来る確率高い。ワンストライクから、これワンボールからだったらいいんだけど、山崎幸也もね、コントロールいいから。これね、ワンストライクからエンドランするっていうところで、なんかベンチのね、焦りっていうかね、慌ただしさっていうか、この後手後手に回ってるっていうところが出てんじゃないのかなっていうね。もうそもそも本当にエンドランだったら、ね、まあ初球ボールになってくれって多分思ったかもわかんないけど、このワンストライク取られて、ちょっと焦ったエンドランじゃないのかなっていうね。これは結構ね、難しいと思うよ。ワンストライクからエンドランっていうのはね、正直ね。しかもこの流れが悪い中ね、いい時だったら何やっても成功するだろうけども、ここはね、見た時に、いや、ベンチもちょっと焦ってんな、みたいなね、感じは俺は受け取られるけどね、なんか後手踏んでんな、みたいな。それだったらもう初球、送りバントでよかったしね、佐藤も2割3分ぐらいだしね。で、そこで後のね、アギラーとかにワンチャンかけて、ね、言っとけばここ1点入ってればね、8回表の1点もなかったかもしれないしね。でエンドランだったらね、まあ追い込まれるのが嫌だったんだろうね。もうワンストライク取られた時点でもうちょっと待つしかなかったよね、正直ね。なんかちょっとね、焦りを感じるような7回裏のね、攻撃がね、見えましたね。皆さんどう思いますかね。さあ、5月1日の試合、西武対日本はもう3対1西武のサヨナラ勝ちということで、このカード1勝1敗の5分っていうね、形で終わりましたけども、まあ、この試合ね、両先発、日本ハム先発福島ね、5回77球、5安打4三振、無四球1失点と、まあ、真っ直ぐチェンジアップ系かな、非常にね、いい形でストライク先行で勝負できたっていうところもあって、まあ、前回、登板から、まあ、前回のね、登板が4月17日と、約、まあ、3週間弱ぶりっていうところになったけども、まあ見事にね、自分の試合を作っていい形をね、勝ちはつかなかったけど、ピッチング、グッピッチングだったと思います。で、西武先発松本で、8回107球、4安打5三振、1四球、1失点と、こちらもね、カーブとか変化球、緩急を使いながら非常にね、いい形のピッチング。まあね、打線の援護はなく勝ち投手にはなれなかったけども、松本自体もね、グッピッチングだったと思います。まあその中でね、西武、2回の裏ね、若林が、左中間に先制ホームランね、この1点のままね、もう西武はしのぎきなきゃいけないのかっていうところで、7回ね、2アウトから郡司レフトスタンドへホームラン打たれて1対1の同点。まあその中でね、9回裏、2アウト2塁からね、若林がこの日2本目の、サヨナラツーランホームランでね、サヨナラ勝ち、グホームラン若林ね。まあ、ソフトバンク戦はね、3試合連続サヨナラ負けっていうところで、雰囲気もね、悪い中で、なんとかね、この試合サヨナラ勝ちで勝てたっていうところも大きいしね。まあ、この試合ね、日刊スポーツで佐々木評論書いてますからね、ぜひネット、あとはね、新聞買って、読んでみてください。まあ、その中でね、もう西武はね、この試合初回もね、先頭金子がヒットで出ながらね、盗塁試みて、まあ、アウトになったりとか、ね、7回にね、先頭佐藤が出て、で、若林が送りバンドを決めて、まあ、その後ね、その際、小賀とね、1本出ず1点取れなかったりとか、5回ね、ワンアウトからその際がレフト前ヒット、で、小賀の時に2球目、3球目ね、連続してエンドランで成功して、まあ、1、3塁っていうね、まあ、ここも得点に結びつかなかったけども、もう西武はこういったところをね、もうやっていくしかないね。今はね、もうバンドしたり、ね、盗塁したり、まあ、盗塁もね、成功率7割っていうところで、まあ、チーム打率が2割ちょいだからね、連打にか、ね、セーバーとかで言うとね、なんかその盗塁したら何十パーセント以上ないとするだけ損みたいなこと言うけども、今のセーブでね、これって多分ね、チーム打率との相対性考えなきゃいけないと思うんだよね。俺は正直ね、その数字だけ見るだけじゃなくてね、あと相手投手とかね。だから今のセーブで連打する確率と、盗塁してワンチャンにかける確率だったら、俺盗塁してワンチャンにかける確率の方が高いと思うんだよね。そういったところではもうこういうのをね、もう何回何回もトライして失敗してもトライしてね、なんとか得点圏にランナー置いて、1本出て1点取っていくっていうね、今はちょっと西武もね、しんどいけども、こういうやり方しなきゃいけないのかな。まあその中でね、この5回ね、ここの、エンドランでね、ワンアウト一三塁チャンスを作りながら、長谷川がね、低めのボール球ばっかり振ってね、三振するの。これ最後はさ、もうなんとか当てに行って、逆方向でもいいから当てに行って、まあ足早いんだからさ、ダブルプレーで崩れの間に1点取るとかさ、そういうところも選手も考えなきゃいけないのね。ベンチだけ考えて選手考えなかったら意味ないから、そういうところも考えてもね、いいんじゃないのかっていうところはあることはね、感じたけどね。で、9回にもね、ワンアウトからアギラがヒットを打って、ここでね、ダイソー、高松になって、で、高松が盗塁成功してね、そういったところもね、もうどんどんトライしていくしかないね。まあ結果ね、ホームランを打って勝ったけどもね、まあこういうことをやり続けながら選手がね、成長していく、あとはチームのね、投打のバランスが良くなるっていうところをね、まあ辛抱していく感じかな。まあ日本ハム的にはね、郡司のホームランでなんとか追いついたけどもね、
まあ、これはね、まあ、今後に向けてのね、課題っていうところになってくるかなっていうところもあるけどもね、まあ、今日の試合はちょっと仕方なかったかなっていうね、ところはある西武の戦い方でしたね。まあ、結果はね、3対1西武の勝ち、このカード1勝1敗の5分でした。あとまあね、この日本ハムで言うと、この日刊のね、コラムにも書いたんだけども、キャッチャーのね、タミヤ、ここはね、ランナー一塁に置いた時に、ストレートで変化球のところではね、ちょっと構え方がね、大きく変わって、これもう見るとすぐわかるんだけどね、まあどこが変わってるとかは言わないけどね、そういったところになってくると、まあバッターへのね、その、伝達っていうのはね、ルール違反になるから、それはやっちゃダメなんだけども、そのファーストランナー、セカンドランナーでいると、その姿勢って多分分かるんだよね。そう、分かったら変化球の時に盗塁することによって、まあ変化球だからってね、盗塁させないわけじゃないけども、ワンパンになったりすることもあるし、変化球行くことによって、コンマ何秒争いながらね、多少遅くなるっていうところもあるから、そういうのを見つけてね、走られるっていうところもあるから、ね、このスローイングを重視するあまりストレートの時はね、そういう形になって、ブロッキングを重要視するあまり変化球の時はそうなるから、まあこれはね、まあ俺もそうだけど、みんなキャッチャーこう硬いと思うんだよね。やっぱり不安の中でね。だからなんとかね、その、同じような形をね、できればいいんだけど、まあそれがもしね、なかなか困難だったら、ストレートの時にも変化球の構え方したり、変化球の時でもストレートの構え方したり、そういうね、その中で工夫することによってね、必ずそうなったら変化球とか、そうなったらストレートっていうのが出にくくなるから、そういうのもね、形がしっかりできて、技術がしっかり伴うまで、だから今はスローイングを重視する構え方だとブロッキングが不安だし、ブロッキングを重視する形だとスローイングが不安なのかなっていうところもあるんでね、まあそこら辺はね、見破られないようにね、する必要があると思って、まあ日課にも書いたけどね、他球団からするとね、言うなよってなるし、自チームからするとね、いや、そんなことまで言わないでよっていうところあるけども、まあ今後ね、2026年の WBC に向けてもね、これも成長していけば、侍ジャパンに入ってくる能力もね、あるだろうし、今年行われるプレミア12とかでもね、入ってくる可能性があるっていうところで、まだ若いしね、まあそういったところもね、うっさいおっさんがね、助言してると思ってね、まあそういったところを修正してね、さらにいいキャッチャーになってもらいたいなっていうところでね、日刊のコラムに書いてるんで、そっちね、もっと詳しく書いてるんでね、ぜひネットでもね、見ていただきたいと思います。はい、さあ、ということでね、2日はね、試合がなく、また3日からね、試合がね、再開されますけど、申し送り事項ね、言っときましょう。ね、セリーグ、ヤクルト対中日。中日の皆さん、ヤクルトね、やばいよ。全員打ってるよ。もうオスナも止められないよ。村上も打つよ。だから、とりあえずね、序盤3回粘ろう。この3回にね、無失点でいければね、流れに乗ってくる可能性あるからね、ポンポンポーンってくるからね、特に序盤3回ね、先発投手陣はね、気合入れていこう。ヤクルトの皆さん、ドラゴンズね、まあ、細川気をつけよう。結構ね、触れてるから、しかも神宮になってきた時にね、狭くなるから、一発あるからね、細川、ちょっと低め、いこう。あとね、山本何気にね、繋いで打ってくるからね、そこ舐めないで、ね、しっかりね、山本、ここもね、ちょっと気をつけて、頭入れとこう。ね。そして続いて、広島対 DeNA。DeNA の皆さん、カープね、ちょっとね、打線がなんかつながり悪いから、もうね、どんどん攻めていこう。どんどん、ストライクゾーン。ね。それはもうフォアボールとかになってくるとね、相手にチャンス与えるから、もうね、どんどんストライクゾーンでね、勝負していこう。そこがね、ポイントになってくる。カープの皆さん、DeNA ね、ちょっとドラゴンズさんがね、だいぶ気分よくさせてるからね、ちょっと気をつけていこうかな。でもね、打つけどね、エラーとかもあるから、ね。最後まで。全力疾走。ね。最終回まで諦めない。ね。この姿勢を持って戦っていこう。ね。打線強いからね、調子のこと終わりだよ。こちらもね、ヤクルトと一緒。3回までしっかりね、先発踏ん張っていこう。そして巨人対阪神、東京ドーム。阪神の皆さん、巨人ね、やっぱ打線ね、起きるようで起きない。だから寝てるから、全体的に。ね。積極的にどんどん攻めていこう。ね。巨人の皆さん、タイガースね、やっぱ近本中のこの 1,2 番やな。 1,2 番をもう是が非でも抑えていこう。そうすることによってこのね、大量失点っていうところがなくなるからね。あとノイジーもちょっと上がってきてるからね、そこら辺ね、終盤に向けて、ね、下位打線木浪もね、ちょっとね、入れ替えもあってね、ちょっとパンチ効いて頑張ってくるからね、気をつけていきたいけど、全体的にはやっぱり 1,2 番かな。そこをね、警戒してやっていきましょう。はい、続いてパリーグね、楽天対ロッテ。楽天の皆さん、ロッテがね、いい形で逆転してきてるから、これで先発勝負だから、先発崩したらいけるからね、そこをね、トントントンっていけるようにね、していきましょう。でも全体的にロッテはね、こう、ね、しかも相手のミスに乗じてくるから、フォアボールは禁物。で、ミスしないように頑張っていこう。そしたらね、進んでいける可能性もあるからね。ロッテ皆さん、
楽天ね、食って上がり来てるからね。ね。でも結局浅村よ、浅村。これはもう変わらない。あと小深田のね、状態上げてる。小深田、辰巳もね、気をつけていこう。あと、小郷ね、小郷。これね、いい形をスイングしてるから。そこのね、左3枚をね、しっかり押さえていかないと、ね、浅村に勝つっていかれるからね、そこら辺、気をつけていこう。ね。さあ、続いて、オリックス対日本。オリックスの皆さん、日本ハムね、どんどん仕掛けてくるよ。打てなくても盗塁してきたりね、仕掛けてくるから、アウトになってもどんどん来るからね、そういう機動力野球にやられないように、クイックとかね、そういったところをしっかりね、やっていこう。そこでかき乱されたらね、気づいた時に失点してるからね。日本ハムの皆さん、オリックスで、ちょっとね、雰囲気悪くてね、バタバタしてるから、こう序盤ね、ポンポンポンっていったらね、勝ち越せるチャンスあるからね、そういった意味ではね、逆に序盤最下位ね、得点して自分立ち寄りの、だからもう攻めていこう、攻めていこう、攻めていこう。ね、あと頓宮ね、ホームラン打ったりとか、セデーノもね、上がってきてるっていうところもあるけどもね、そういったところもね、先頭さえしっかり抑えていけば、ね、得点そんなにされないから、ね、そこら辺はしっかりね、先頭気をつけて。西武対ソフトバンク。ソフトバンクの皆さん、西武ね、勝ってきてるけどもね、やっぱりなかなかね、打線つながらないから、どんどん勝負して、ピッチャーどんどん勝負して、フォアボールとかダメ、どんどん勝負していこう。ね。若林ホームラン打ってね、勢い乗ってくるよ。西武の皆さん、もうソフトバンクね、もうロースコアの展開持っていくしかないから、とにかく先発頑張ろう。ね、もう息のいいよ、ホークスは。でもとにかく先発頑張ろう。逃げないで、真っ向勝負。ね、あとはもう打線はもう全員で、何としてももう泥臭くても1点取りに行こう。それが勝ちに向けて必要です。さあ、ということでね、ゴールデンウィークの皆さんね、今中盤ですね、プロ野球で皆さんで楽しんでいきましょう。それでは今日の総チェック、おしまいです。